部と水野と水木とひーくんとのりです。本日の企画はロングトンダービー。今回は誰が一番長く最後まで演奏できるかをお互いに予想していきたいと思います。誰が一番長くいけるか。そう、まあ、当たった人はすごい。すごい、すごい。安定の報酬なし。はい、それでは予想していきたいと思いますが、一番はアリペ。はい、2番水野。はい、はい、3番水木。はい、4番ピーク。5番ロイ。はい、自分で吹くんですけど、うん、1、2、3着予想しましょう。3連単どうぞ。音で好きな音。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 ちっちゃく、めっちゃちっちゃく吹いて、あの、いい音じゃなくていい。ああ、一番ダメなロングトーンね。そう。いい音じゃなくていいから、とにかく最後まで伸びた人が勝ちっていうゲームなので。音域は各楽器に任せます。吹きやすい音を吹いてください。大間さんはこうよくあるのが3連単って言って、1位、2位、3位を全部予想するっていうのがあるんですけど、まず皆さん1位誰が取ると思いますか？1番の馬アリペイを選ぶ人手挙げて。おお。2番出走の水野。はい。おお。3番出走の水木。え、人気ない。人気ない。4番出走ひーくん。はい。5番出走どい。それはおらんやん。まあ楽器もでかいから。でも同じ理由じゃない？水木ちゃんの。いや多分違いますね。でも見てる人は分かるけど、この人めちゃめちゃ吹くから息はあるんだよ。いやそう、息はある。いや、私は水野さん、あのブクブクの時にめっちゃ長かったじゃないですか。懐かしい。だから一番なんか抵抗もそんなになく、あーちょうどいい、うん、そう。どうする、一番写真ほんと頼むよ。疲れちゃった。やっぱ結構きついんじゃないかな。そうそうそう、息のスピードがいる。いやだって見てよ、こんなにあんねんね、体積。いやいや、あのそれはね、経験者としてはでかいけど、中に脂肪がある。詰まってる。そう、脂肪が詰まってることにより入るスペースは全然ない。水木よりない、多分。これ以上に細いから。脂肪は、脂肪が垂れてる。そう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 。脂肪で肺が圧迫されてるね。そうそう、本当にそう。確かに。ホルテ選手権だったら強い。確かに。パワーはね。今、こう考えていったら、水木ちゃんが一番あるかもってことだ。あるかもね。いやー。勘が一番細いじゃん。そうね。でも抵抗強い気がする。でも音さえなればいい。そうだ、強い方がさ、ザーって出ないから、残ってくれないから。確かに。私は1、2、3。おー。これは1、2、3。おー。私は1、2、3。僕は1、2、3。おー。おー。一個も入ってない。もう終わらん、もう終わらん、だからもう分かったわ。1、2、5。おぉ、終わらん。おぉ、いいぞ。いいね、いいね。なんか万馬券、ここが来たら万馬券。じゃあ早速やっていってみましょう。気になる息ある自慢だけど、俺潜水 50m 泳げるよ。すげえ。水野さんやな。迷うな。迷うな。フォルテがいいな。いや、フォルテ、フォルテ。フォルテ聞きたいな。いい音聞きたいな。高い音の方がいいのかな。これで持ってたらかっこいいです。これで持ってたらかっこいい。大笑いで終わる。2分。やばい。やばい。いきまーす。はい。ブラスバンク、すごい結果になりましたけど、うん、予想外、はい、予想外の、うん、1位は1位はアリペイです。おー、イエーイ。
46秒。2位が土井。おおおー、あらきた。ちょっと待って、1位誰だったっけ。私、水野で。あー惜しい惜しい。まさかもう全員外れてる、この時点でね。確かに予想全員外れてる。で、3位が私です。おお、だいぶ離れて38秒。うわー、土井は何秒なの。土井は、43秒。すげえ、すごい。あと3秒頑張ればよかった。くそー、いけると思った。で、次が4位が4位が28秒の水木。おお、おいおいただのデブということが。ただのデブ、やっぱり最初の脂肪がね、大穴。うん、あーもうちょっと頑張ればよかった。でも、ということはやっぱり楽器の大きさはロングトリは関係ない。関係あるって。素晴らしい。素晴らしい。タンギングの銭湯。何回も怒られん。あれ使いたいけど、あの出だしのくだりね。NG 集。NG 集この後流れるんで。いやいや、意味が分かってないだけだから。作曲家の皆さんは46秒を音を伸ばすチューバの曲書いてもいいということで。43秒。テンポ60で7小節までは出演のピアニッシッシも限定では、まあ、あの可能という可能で。すげえ、いやすごい、本当に大穴だった。皆さんどうでしたか、予想当たりましたか。なかなかすごいダービーになった気がする。うん、ありてんもね、すごい意外。いやでも今回分かったのはやっぱり高い音は圧迫されると。どうなの、あ低い、どっちがチューニングの例でしたっけ。なんか息が出ていかない、覚えじゃないの、この出せない、出したい、だから息終わった時にまだ息はあったんだよ。あ、余ってたけど息止めてる状態みたいなのが、潜水はできないだけど多分。いやでも今度全く同じ音域の、全く同じ音、いや同じだから同じ音じゃないか。だから正解やったらゲー、真ん中のゲーだから、ここはベ、チューニングのベで FFF とかだったら、同じ条件、条件同じじゃん。今回さ、音域が違った、全く同じ条件ぐらいでこうやるとどうなのかな。今やる、やらねえよ。続編をご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやすごい、土井がすごい、土井さんすごい。ブラスバンク。バカ野郎。タイミングで言ってない。ちゃんと拍手。いいよ、これも次からでいい。あの反応いつするかわからん。タンキングしない、タンキングしない。ね、あのこの分かっとるよ、分かっとる。やらないと同時じゃない。同時じゃないの。いや反応せんかもしれない。じゃこれが反応させて。いやいや最小限でいくから。ダメダメダメ。振動しちゃう。合わせられないもん。そう、合わせられない。素人じゃん、ほんと。その流れ全然組んでないじゃん。何年やってんだよ。